合併前の川内町重信町の時代から、えー、地元の選挙戦にあたってはたびたびこちらに参りまして皆様方と力を合わせて活動をやってまいりましたことを思い出しております今回こういう形で改めて皆さんとご一緒に政治を変える世の中を変えるそういう戦いを やることができること大変誇りに思っておりますどうぞよろしくお願い申し上げます石橋省は自民党の先の総裁選挙で臨時国会では十分に時間を取って議論し国政,に国政の争点を明確にして選挙をすべきだこのように力説をしておりましたが手のひらを返したように 国会での議論は行わず裏金問題など徹底的な議論をすることなく解散に踏み切りました許しがたい行為ですが今回の選挙戦を通して徹底的に自民党の本質を暴き自公政権に代わる日本共産党の政策のビジョンを大いに 語ってまいろうではございませんか日本共産党と私西井直人へのご支援どうぞよろしくお願い申し上げます自民党は裏金議員の今回の選挙での公認問題で国民の強い批判に押されて12名を公認しませんでしたがその他大半は公認するしかも 選挙後当選すれば自民党所属の可能性も否定するなど全く反省が見られません石,石破派が政治資金パーティーの収入を記載していなかったことも新たに明らかとなっておりますにもかかわらず裏金事件や統一教会との癒着など自民党の 組織的犯罪の究明にも極めて消極的と言わざるを得ません国民本位の政治実現のためには自民党政治そのものを変えることが必要です政治と金の大元を立つ企業団体献金の禁止このことを強く求めてまいります日本と 世界の平和の課題では5年間で43兆円もの税金を注ぎ込む大軍拡路線をやめさせます集団的自衛権を発動してアメリカが起こした戦争に日本が加担し米軍と一体となった攻撃態勢を強化しようとしております日本を守るどころか 日本列島を丸ごと戦争の最前線拠点にするようなこうした危険な動きが進み国民の命と暮らしが脅かされております今こそ戦争する国づくりにストップをかけようではございませんか ASEAN アア東アジア諸国連合に見習い紛争を戦争にしない 対話で解決する日本ならではの憲法九条を生かした平和外交を進めてまいります暮らしの問題では中小企業支援と一体に最低賃金全国一律1500円の引き上げを実現させます賃上げと一体にヨーロッパに比べて年間300時間も長い 労働時間の短縮求めていきます消費税の5%への減税とインボイスの中止社会保障の充実教育費の負担軽減を進めてまいります大企業や富裕層にはその儲けにふさわしい負担になってもらおうではありませんか省エネや 再,燃を再エネを推進し石炭火力ゼロ原発ゼロの日本を作ってまいります食料自給率を向上させ農産物に価格保障農家への所得保障を進め後継者がしっかりと育つようなそうした農政を作ってまいります 選択的夫婦別姓の実現男女の賃金格差の是正 LGBTQ などの多様な性を認め合う社会の実現を目指します働く皆さんが長時間過密労働を強いられる中で安定した収入と自由に使える時間が欲しいこうした願いは 切実です私ども日本共産党は、作士をなくし、働く時間を短くして、自由に使える時間を増やすことで、人間が持っている能力を全面的に発揮できるような社会、社会主義、共産主義の社会の実現を目指しております。今のの中国や以前のソ連などは指導者が 重大な誤りを犯したこと経済社会が遅れた段階から出発したことから自由や民主主義を圧殺するような重大な誤りを犯しましたそのような国は社会主義でも共産主義でも何でもございません一方今の日本は高度に発達した社会です この日本ならばこれまで培ってきた自由や民主主義豊かな個性など全ての財産を新しい社会に引き継ぎ発展させ人間の自由が花開く社会の実現可能です本当の自由な社会を目指す日本共産党に皆様方の温かい願いをどうぞ 託してください反戦平和と国民主権を貫く政党、アメリカいなり財界の儲け最優先の政治を大元から変えていく政党、企業献金、団体献金、一切受け取らない日本共産党を今度こそ大きく躍進させてください。定数6の比例代表区に 日本共産党の議席、皆様方のお力でどうぞ勝ち取らせてください、比例代表は日本共産党と書いてください、愛媛3区は西直人と書いていただいて、大きく押し上げていただきますように、お願いを申し上げまして、私からのお訴えとさせていただきます。どううぞよろしししくお願いい申し上げまますありがとうございました